ちょっとシャレ言う人がいて、総局のでこれ出てたんですよって言ったら、そうですか、わかりました今の。ちょっとレベル高かったかな。あ、それは立ってきまして、今日ね、あの演奏させていただきますメンバー、ちょっと名前とね、出身地ぐらいだけ一言ずつ紹介させていただきます。自己紹介でお願いします。じゃあ松井さんから。ギターの松井です。よろしくお願いします。はい、ベースを担当してます大分県出身井ノ原です。お願いします。キーボードの福西です。皆さんこんにちは、大宮自慢のスマイルっていうお店からで仕事をしています大西です。普段はオンタイムさんの、歌声喫茶、歌声サロンっていうのを大宮八幡のコミュニティカフェスマイルでやっていただいています。そういうことで今日は私はいつもはオンタイムのメンバーではないんですけど、今日は特別に海津大崎の桜を見せてあげるぜっていうことを言っていただいたので、歌に歌わせてもらいに来ました。どうぞよろしくお願いします。フルートの今井田です。私は愛知県名古屋の出身でございまして、ドラゴンズの大ファンです。よろしくお願いします。はい、ドラムスの東谷でございます。出身は三重県でございますが、現在は近江八幡市に住んでおります。よろしくお願いいたします。私はマンドリンを担当しております西山と申します。滋賀県立東市の方から参っております。今日は私たちの何て言いますか、歌の女王がいるんですけど、一応メンバーの正式のコンクリートあげるんですけど、船指がですね、来てるんですから、ね、今日は出られないということで、私 MC を全部でやっておりますけど、まあ行くと動かないとかと思いますけど、今度は最後までよろしくお願いします。はい、それじゃあ次の曲お願いします。次の曲はですね、サライですね。皆さんご存知の方も多いと思いますけど、これは何年前になりますかね、日本テレビの24時間テレビありますね、最後マラソンを走られるね、あれの番組の中で谷村新司と加山雄三が皆さんからいただいた愛の言葉をたくさんいただいた中からそれを編集しまして、この曲が作られたという企画がございます。ですから24時間テレビの時はいつも最後の方でね、この曲を歌われると思います。結構耳慣れた曲と思いますけどね、今度はご視聴いただきたいと思います。それではよろしくお願いします。遠い夢を見せてくれ。
今日のね、桜の季節にね、ちょっと、まあ、雨のことは忘れましてね、桜の季節にこうね、サライを歌うっていうのは非常に時期的にね、いいことになって、特にあの4月はこの始まりの季節ですからね、この故郷と離れて出かけていった人たちの思いを歌った歌だと思うんですね。でサライと言いますとね、どういう意味ですかってよく言われるんですけど、まあ、小さな宿とか、まあ、いろんな感じ単語で調べたらあるんですけど、この歌の全体のトータルで考えたら、サライっていうのは我が懐かしの故郷と我が家、故郷と、ね、自分の生まれた家、生まれた地域、町、そんな感じがね、どうもサライという表現で書かれているように思いますね。はい、ありがとうございました。それでは次はですね、あの鈴懸の道ですね。これはちょっと古いんですけど、1940、昭和27年頃にですね、一番よく変わったご存知でしょうかね。これ聞いたら知ってるんですね。あの知らない人は若いですっていう意味じゃありませんのでね、常に知らない顔しないようにしていただきます、まあ、それでですね、これはあの、立教大学でしたかね、あのその校舎の中である村田なすといいますかね、鈴懸の道の小さな道があるんですね。ですからこの鈴懸の道っていうのは直径の径ですよね。普通道路の道とかね、道路の道とかね、書くこと多いですが、直径半径の径ですね、小道という意味ですね。で鈴懸マロニエがプラタナスですね。でその当時はですね、珍しく三拍子の歌謡曲、歌謡曲は大体四拍子のものですね。で三拍子の曲で、それをですね、ご存知の方はご存知でしょうけど、プラリネットを連動するジャズプラリネットの鈴木昭一さん、鈴木昭一というリズムエースというね、ジャズバンド今でもあるんですけど、でそのバンドの鈴木昭一さんがジャズ風にアレンジして四拍子に変えられました。したがって今日は最初は3拍子、途中から1、2、3、4で4拍子に変わって、また歌詞は簡単ですので、ぜひ乗っていただいて、よかったら手拍子をしながら、ね、歌っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ちょっと私事ですけど、私ね、京都出身なんでね、変な京都弁が出てくるんで。全国各地から、今日は岐阜県から見えてます？愛知県見えてます？三重県、はい、見えてます。ありがとうございます。京都、はい、はい、滋賀、地元、はい、それから奈良、兵庫の方見えます？はい、いろ近畿が、その他もいらっしゃいます。去年、金沢の人もいらっしゃいました。はい、平和堂さんの営業エリアがこの皆さんでございます。はい、そんなわけでちょっと変な京都弁というか、京都を離れて何十年ですけど、時々変な京都弁とか関西弁が出ます。すいませんけど、しばらくご視聴いただきます。次はですね、いい日旅ですですね。これあの JR のね、なんて言いますかね、キャンペーンソングって言いますかね。JR の人と演奏会しますとね、これ皆さんこれ、ね、大合唱です。JR ソングみたいになってるんですね。で、このテーマがですね、いい日旅だっていう、題名に取られてね、結婚式の披露宴で歌う人がいるんですね。ところがね、歌詞ちょっと見ていただけますかね。なんかね、2番のかどっかにね、今日から私は一人旅に出るから今日は結婚式やろっていうんですね。はい、そんなのがありますね。皆さん間違って結婚式でこれいい旅立ちおめでとうって言わない方がいいですからね。はい、結婚式で歌った方がいいのは後であります。世界は二人のためとかね、そんな歌っていただく方が無難でございます。はい、どうぞ入りましょう。いい旅立ちよろしくお願いします。